小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、なゆきちです。はい、こんにちは、みよきちです。ミヨナユ TV の時間がやってきたんですが、いつもと違うよね。なんか並んでますね。っていうか、この回は1回にカウントしちゃっていいのかどうかっていうぐらい短い放送回になります。お友達グッズの紹介というかですね、模型とはまず関係ないんですよ。紹介だけですから、1週間分の仕事を1回分っていう仕事ではないですよね。今日は偶然みよきちがいろいろ持ってきてくれたんですけれども、青梅茅ヶ崎店ではいろいろ売ってるんですね。そうですね、サメの置物とか。ああ、それは関係ないから。これは関係ない、ちょっとお教えてください。ですね、やっぱりね、お客様が遊ばれてると、ご家族の方、特にね、旦那さんがこう模型に興じてる間に、奥様とかですね、やっぱりこう待ち合室でいろんな世間のお話とかで、頂戴するんですよね。で、あとですね、やっぱりその記念にというかね、お持ち帰り的なあれとか、お持たせ的に、そういったところも、ということで、当職のオリジナル。ということで、かねてよりね、協力いただいてる絵本イラストレーター作家さんの弓江先生、正確に言うと絵本作家さんでイラストレーターですからね。ああ、失礼しました。はい、ご協力いただきましてですね、鉄道の、ゆるふわ系のですね、イラストであるとか、そういったグッズの方をね、販売させております。近年、はい、ジャム鉄道模型コンベンションで、オリジナルですね。大盛況のうちに完売した、こちら有名でしたね。そうですね。はい。6種類あってますね。そうですね。はい。で、こちらはですね、南洋物産さんとのコラボで、南洋物産さんで EF55 のセットとか、客車とか買われて、私どものお店にご来店いただいて、これ南洋物産で買ってきたんだぜって言ってくれたお客様に、先着順にプレゼントさせていただいてます。EF55 のコースターです。はい。なんかあといっぱいありますね。そうですね。まずですね、こちら、メモ帳とですね、こちら、綺麗な棒、千代丸みたいなね。これは。はいはい。イラストも入った可愛いね。メモ帳と、こちら、ね。うん。で、あとですね、こちらの方はね、コースターだ。好評いただいてます。こちら、電化コースターと同じなんです。これは、はい。あれですね。この EF55 の電化コースターと、はい、まあ、同じものですね。そう、平気を出すよね。はい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 。ご存知ね、ちょっと233をデフォルメして。みんな大好き、E233 系ですね。で、弓江先生オリジナルのね、猫ちゃんが運転士になってる。はいはい。あれ、ちょっと見せてください。運搬が TV になってるね。運搬じゃなくて、これはJR っていうロゴが入るところですね。このね、電電コースターなんですけどね、はい、結構いろんなところにこう、弓江先生の思いがこもっている。弓江先生、あれですよね、10周年記念で、毎年干支の缶バッジを出してくれるっていうので、はい、私がこう三宅地に何の断りもなく勝手に12年契約しちゃったっていうね。そうですね。そういういきさつもあるんですけれども、まあでも、可愛いグッズいっぱい出してくれてますね。ということで、はい、今週は、はい、青梅茅ヶ崎店と弓江先生がタイアップして、はい、茅ヶ崎で売っているものをご紹介ということですね。そうなんですね。はい。はい。じゃあ、そういった感じで動画を撮らせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴の方よろしくお願いします。まあ、鉄道模型とはね、ちょっと違う範疇になってしまいますが、そうですね、あれなんですけれども、では、早速、今週もなんか今日何曜日みたいな流れになってきましたけれども、それじゃあ、三好社長じゃねえや、三好吉に紹介してもらいましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今週もあの、みよきちの今日何曜日みたいになってますけれども、模型製品じゃないんですね。そうですね。はい。はい、私ども TV グループと、コラボしていただいている、人気絵本作家でイラストレーターの弓江先生。みよきちギャラリーに行くって言ったところでなんか独占インタビューしてましたよね。そうですね。あの弓江先生ですよね。そうです。あの、アトリエギルドさんの方でね、お世話いただいたときに。アトリエギルドさんじゃなくて、アーティストギルドさんですね。あ、すいません。はい。ですね、アーティストギルドさんで個展を開かれたときにお世話になりまして。はい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 。はい、で、今回は、多摩鉄道模型フェスティバルではなく、はい。青梅茅ヶ瀬店常設で販売しているファンシーグッズですね。そうですね。あの、夢先生のコーナーをですね、あの、設けさせていただきまして。はいはい。じゃあ、あの、まだここに出ていない、夢先生オリジナルの、はい、あの、にゃんこ絡みのあの、ボールペンとか、はい、あの、ポーチが一つ二つとか並ぶんですかね。そうですね。あの、種類はどんどん増えていくと思います。はい。はい。これは楽しみですね。はい。はい。では、まず商品の方を拝見させていただきましょう。そうですね。まず、手前の方ですね。手前の方、こちら。はい。可愛いイラストの入ったですね、メモ帳。はいはい。これはいいですね。まあ、当然めくればね、あの、普段使いのメモ帳ですね。はい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 。このままね、ちょっとね、こうお部屋のなんかインテリアの一つとしてね、あの、綺麗に飾っていただくのもいいかなと。もう弓江先生の、なんだろう。はい。独自の世界観というか、すごく可愛らしい。色使い、筆使いのイラストですね。これメモ帳なんですね。そうですね。あの、下の千代紙、台紙の千代紙がなんかおしゃれですね、これね。そうですね。一応ベースみたいになってね、あの、ここまでなんかちょっとね、お部屋にちょっとこう、棚とかね、こう飾っていただくとかね。ああ、もうあの、この辺にこうやってこう、ポンってこう、飾っておけそうな。そして次は。ですね、こちら。実は絵本作家さんでありますので、最新作の絵本ですね。はいはい。そのタイトルは天使のアンと悪魔のグル。はい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 。弓江先生のですね、こう二人のこうね、これね、どういった内容になるか、まあ内容はですね、こう読んでのお楽しみということで。はい。まあなんかあの、はい、本当にあの、森、ある日森で出会った天使と悪魔、二人の儚くも切ない可愛らしい物語、という。とまでしかね。までしか言えないですよ ね、これはね。はい、うん。あの、これね、実はね、私も読んでみたんです。ほうほうほう。いや、本当にあの、最初はね、こう、あっていうインパクトから始まるんですけど、はい、読み進めていくうちにね、もう、Welcome to 弓江ワールド。なるほど。もう弓江先生のすごいこう、なんだろう、独自の世界というか、魅力的な、こう、文章、和法、それからタッチですよね。で、もうその世界にどんどん吸い込まれていってしまう。なるほど。これは皆さんにも読んでほしい。大人から子供まで楽しめる一冊。っていうのが私の第一印象なんですけど、はい。宮口の第一印象はどうだった？いや、ネタバレなんでやめてきます。あー、でも、読書感想文はネタバレにはなりませんよ。いやー、私の方が何とも申し上げられないですね。買っていただいて損はないと思いますので。あの、あったかい気持ちになりましたよね。なんか久しぶりにね。ね、現代人のギスギスとそういう中でね、こう、ほっこりするようなね。そういうのは必要なんじゃないかなと。そう。なので、そういう意味で、小さなお子様だけじゃなくて、はい、こう、まあ、お客様皆さんにって言ったら変ですけど、大人の方にも読んでいただきたい、ね、そんな感じの絵本でございました。ぜひご興味のある方は。はい。はい。天使のアンと悪魔のグルっていう本ですね。そうですね。はい。はい。あの、青梅茅ヶ瀬店でこちらお取り扱いさせていただいております。はい。そしてなんか、なんかずらずらずらっと出てきましたけど、ね。こちらはですね、あの、大変好評いただいて、リピーターさんとかですね、あの、新規の方、結構ね、あの、お買い上げいただいて、好評なんですね。これあれですね、はい、最初自分用に1個買ったら家族用に2編成3編成ってこうあのどんどん増備が進むというそうですねみんな大好き E233K 印のはい弓江先生のニャンニャンコースターですねはいはい
これまた可愛いですね。そうですね。コースター。これはね、結構ね、ひねってあるんですよ。行き先表示板、ほら。これなんて読むのって思った。また旅行？そう。つまり、また来てねっていう、そういう願いを込めてまた旅行に行くっていう電車なのかな。いや、でも、にゃんにゃんですよね。はい。にゃんにゃんといえば、また旅でしょ？そう。うん。また旅行に行く気分で遊びに来てねっていうのと同時に、また旅行き？そうです。ああ、これは確かに面白いですね。ですね。で、あとよく見ると、233系の運転席の下側、ほら、JR って書いてある。はい。そこのロゴが、うちのロゴになってますよ。そうなんです。こちらね、はい。これ、クハイ233だから TC じゃなくて、うちのロゴで TB なんですね。はい。これは、すごいですね。っていうことは、じゃあ私たちもお客様をお迎えするときに、また旅を用意しておかないといけないということですかね。なるほど。じゃあ今回は、はい、この、電車コースターと、最新作の絵本。あとはメモ帳ですね。テレビのメモ帳オリジナルです、ね。はいはいはい。はい、こちらをご紹介させていただきました。あ、なるほど。で、他にも弓江先生グッズは、はい。青梅茅ヶ瀬店に行くといろいろ売ってるということですね。そうですね。順次新製品が出ましたら順次追加していきますのでね。はい。ご期待ください。そしてもう一つイベントの告知があるんですね。はい、そうですね。11月26日の日曜日。11時からですね、東京の多摩センターの駅近くですね、ココリア5階、キャリアマムホールというところで、私の方の主催で、第2回多摩鉄道模型フェスティバルを開催させていただきます。ということで、なんか可愛いグッズありますね。はい。で、来たる多摩鉄道模型フェスティバル、はい、とかなんとか言ってますけど、この動画を皆さんがご覧になってる時にフェスティバル終わっちゃってたりとかね。ああ、ちょっとね、微妙なとこだね。前後がね。終わらないように頑張ってちゃんと編集しますから、大丈夫ですから。ああ、はい、よろしくお願いします。ですね、はい、合わせて、弓江先生、新しい商品作ってるみたいなんで。ああ、それは何ができるのかってね、まだ教えてくれないんですよ。あらま。なので、とりあえずは、東京アドベンチャーラインと猫をモチーフにした、かわいい、ポーチかもしれないし、リスをモチーフしたかわいいポーチかもしれないし、そのうちね、なんか電車ネタ、機関車ネタでこういうファンシータッチの、絵本？はい。子供向きの？子供だけじゃなくてね、大人の方でもほら、やっぱり、メルヘンチックなものとか、ポエムとか、はい、お好きな方が大勢いらっしゃるんでね。はい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 。東証でやっぱ扱い始めたっていうのは、やっぱそういうくだりも実はあるんですよ。まあでも私たち2人じゃ、なんかこう、メルヘンとか、ポエムとか、ファンタジーっていう顔じゃないんですよね。いきなり私がですが、子供がギャン泣きしちゃったりとかね。まあまあまあ、そこはね、そこは置いておいて、もう、喋れば喋るほどがボロが出そうなのでね、そういうグッズでございます。ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよならーって終わらせていいんですか？今日も動画を見てくれて、本当にどうもありがとう！他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのはもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。